聞こえるかな。満潮になってきて。満潮になってきてるね。なんか水がどっか当たってるんだよね、下の、このプールプの、ールの下の柱か。プールの底に当たってそるこんにだ当と思たってう。るんだ。すごい音する。ほとんど今日が最終日。そうだね。明今ちょうど昼ぐらいなんだよね。朝引き潮でね、それでサンドバーに行ったんだけど。今もうすごいなんか潮が満ちてきて、水が、傘が増えてきたね。そうだ。ほら、ゴムになって滑り止めになってるところの上まで全部完全に来ちゃって。波が荒いかな。普通そうでもないんじゃない？ちょっと行ってみる。いいよ。これだけどプールの水よりあったかい。でも結構深さあるよ、ほら。胸のところまで来るもん。ハルキ、海に入ってます。本当だ、相当深くなってる。ほら、ここまであるね。波に流されないように気をつけてね。やっぱりそうだよ、プールのさ、下の面に全部完全に当たるすの。ごい音してる。これほら、音がすごい、聞こえるかな。このジンバルが水没、また水面。故障する。ハルキ、早く戻ってきて。いけいけいけ、足がいけ。魚はいないね。いなくなっちゃった。
はい、それじゃあこれから昼ご飯食べに行きます。食べてばっかり、食べて寝て食べて寝てちょっとなんか海に入ったりしてすごい、なんかでもすごいゆっくりできていい。いつもすごい忙しいから仕事の時は本当にゆっくりできて幸せ。なんか暑そうな格好になってる。そうなの、ちょっとね暑い。わあ綺麗だね。うん、そうだね。やっぱりさ、ほら、太陽が上に上がってる時はさ、すごく綺麗な色。うん、虹の色がね。How would you like to cook? Medium, well done, medium. Medium, rare? Medium. Medium? Yeah. Then chicken salad. これはサラダ。これいつも。これはグリルした魚。欲しいの？Thank you.はい、それとグリークサラダで、これも置いてくる。はい、グリークサラダ食べてます。オリーブがほら、うん、オリーブがすごいたくさん入ってるね。黒いオリーブと緑のやつね、うん、それとこのフェタチーズ、うん、豆腐みたいだけど。おいしい。うん、これ豚チーズじゃない、オートチーズだ。これがね、これが牛肉のタイ風サラダ、うん、で、こっちがペーストパスタ。これね、松の実と、うん、それから多分ね、あのベーゾル、うんうんうん、のペースト。あ、そうだね、バジルっていうのかな、うん、美味しそう。はい、じゃあこれで、これが追加2品です。はい、じゃあパスタを使ってみます。美味しい。これさ、うん、あのアメリカでもマズルやつ売ってるよ。うん、コスコに大きい瓶で売ってる。タイ風サラダ食べてみて。はい、辛い、うん、あ、台風だから辛いんだ。甘辛い、美味しい。はい、食事の方は食べ終わってデザートが出てくるのを待ってます。もう暑いんで、なんかこのシャツの体のところが汗が流れていくのが分かる、うん、明かりもすごい汗だくこれ本当に日本の夏だよね、うん。ここ自体はファンが回ってるけど、あ、でも一応冷房は効いてることは効いてるんだね、うん、でも全部扉開けて開放しちゃってるから外の空気が入っちゃってるんで暑いんだけど、とにかくここはあれだよ、昼が結構充実してると思うよ、うん、そうだね。はい、デザートが届きました。それはなんかホワイトチョコレートのなんとかって書いてあった、うん。それでこれコーヒーのアイスクリーム、うん、そうだね、今日はアイスクリーム付きになりました。こっちはピスタチオにストロベリーアイスクリーム。はい、じゃあ食べていきます。ちょっと食べてみて、それいただきます。溶けてる。
の中のなんかムースみたいな、うん、美味しい。もうコーヒーのアイスクリームにちょうど合ってた。ストロベリーアイス。半分食べたら交換する。うん、はい、昼ご飯全部食べ終わりました。デザートも全部食べました。大満足。朝の時ほどお腹いっぱいにはなってない。ちょうどいいね。まあちょうどよくもない、食べ過ぎだけど、うん、朝ほどなんかパンパンになってる感じはない。はい、それじゃあ行こうか。うん、Dripping light.